雑賀衆を沈黙させた信長は柴田勝家、明智光秀、羽柴秀吉らを軍団長に任じて各地に遠征軍を派遣。抵抗勢力は毛利、上杉などいずれも強敵だったが、信長の勢いをもってすれば天下統一は時間の問題であった。天正10年6月、毛利と戦う秀吉から援軍要請を受けた信長は先発の援軍として光秀に出陣を指示。自らも後発の援兵を率いるべく居城安土城を立ち、京本能寺に移る。その時が近づいていた。そのき両の地、時を進めよ。第5話、本能寺の変。とどまることなおも許さぬ。逃がしてはなりません。敵が混乱しています。表を追い詰めください。信長だ！信長がいたぞ！
信長が召した。お見事。無理、この程度では足りない程度では足りぬ。お見事、地獄の開幕ぞ。さてさて、だが不安な小松は信長が召した。お見事。無理、この程度でも足りぬ。敵将討ち取ったぞ。この海を許す。
まだ破裂に精を求める信長。俺ができることはここまでだ。開門進め。お見事。ぬる、この程度では足りぬわ。信長様、乱は先に参ります。討ち死に。私は信長様を信じてこれまで戦ってきました。その先に許さなき地平がある。しかし意味が無理っていう。なぜこの状況で笑えるのです。天下を意のままにし、全てを手に入れる寸前、猛火の中に果てようとしている。それでよくも。ままならぬのも良いではないか。信長一家の意のままとなる卑小な世界など欲するだに値せぬ。あまたの意志が錯綜し織りなす綾が世界をなす。故にこそ世は美しい。世がここに果て、うぬがここで消えれば、すべては失われるか。いいな。何故。あらゆることに価値があるからだ。感じよう今も。世の動く息吹も。あとは第六天より楽しもう。光秀友を許す。はっ。